皆様、こんばんは。今日のおやつはこちらです。薩摩春夏、グリゴロリン、森蔵さんというところの鹿児島のお土産でいただきました。かわいいですよね。名前がリコロリンってなってるので、この絵もあるし、あ、きっと焼き菓子の中に栗がまるっとコロンと入ってるんだろうなって思われた方いらっしゃいませんか？実はですね、これ2ついただいてて、1つも私食べてみたんですね。で、あらと思って後ろをよーく見ると、栗って書いてないんですよ。栗ペーストってなってるんです。ということはですよ、わかりますかね。かわいい。この焼き菓子の形が栗、栗ペーストの入った栗味の焼き菓子ってことですね。じゃあいただきます。中はこんな感じです。うん、味はとっても美味しいんですね。濃厚なフィナーシェに栗の香りがするような、しないような、ほんのり栗の香りですね。うん、中心に行くに従ってこう栗の香りが、少しあんが入ってるのかな。でもすごく美味しいですね。フィナーシェってもともと濃厚でコクがあるじゃないですか。それにさらに栗が入ってるので、ただコロンと一個中に入ってるわけではないってことですね。ではまた。